こんにちは。親やさん専門税理士の田辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A。会社設立。事業目的は多く記載した方が良いというテーマですね。お話ししていきたいと思います。はい。では今日の質問です。新規で会社を設立して、賃貸不動産を購入していきたいと考えています。会社の定価に記載する事業目的には、 今後やりそうな事業をすべて入れておいた方が良いとネットの情報で見ました。事業目的は多く記載しておいた方が良いのでしょうか。まあ、こういった内容になります。このチャンネルでですね、私が過去メルマガで書いてきた親さんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから無料で税務相談ができるメルマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE、 こちらが概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。<music> はい。では、回答になります。まず、そもそも事業目的というのは、登記事項になります。会社の登記簿トーにですね、必ず記載しなければいけない事項になっていくわけですで。そうするとですね、あらかじめ幅広い事業目的を登記しておくことで、 実際にですね、この新規事業を始める際にですね、定価変更とか登記変更の手続きがいらなくなりますよ、ということになるわけですね。ちなみに、新しくですね、登記を変更する、事業目的を追加する登記をしようとすると、登録免許税だけで3万円かかります。さらにですね、この専門家である司法書士にですね、お願いして、消々司法書士報酬まで合わせるとですね、5万円以上になるんじゃないかなというふうには思います。まあ、そうするとですね、事業目的、 最初から複数入れておけないかなというふうに考えるわけですよね。でちなみに、これ自体ですね。最初から複数入れておくこと自体は法律的には問題ないということにはなります。でさらに言うとなんで、ですけれども、さらに言うと、まだ授業を開始しないもの、してないものも入れておくことができますよということなんですね。まあ、そうするとですね、専門家、私も法書士の立場からするとですね、最初から将来、 え、いやですね。可能性がある事業っていうのは入れておいた方が良いとアドバイスすることがですね、これは親切と考えるわけです。これは司法書士の目線からすると、その方がお金かんないですよというふうに言えるわけです。しかしですね、今回、賃貸経営をやりたいと、賃貸不動産を買っていきたいということなんですよね。で、私はですね、今後、賃貸経営を拡大していく人には、絶対にお勧めしないです。事業目的を 多く入れるっていうのは、絶対におすすめしないんですね。なぜかというとですね、なぜかというと、金融機関なんです。融資を、ね、受ける金融機関からすると、融資する際にですね、この事業目的、必ず見ていきます、ね。必ず見ていきますよ、ということなんですね。というのもですね、金融機関っていうのは、業種ごとに異なる審査基準を設けているんですよ。特にですね、 景気に左右される業種であったりとか、在庫を抱える業種については、審査が厳しくなる傾向にあるわけです。例えばですね、代表的な例としてすれば、まあ、飲食業なんてそうなのかなというふうには思います。飲食業っていうのは、結構厳しい業界なんですね。まあ、開業後5年以内に約7割がですね、廃業すると言われるぐらい厳しい業界になるわけです。そうするとですね、実際に飲食業をやっていなくても、 事業目的の中に飲食業が入っているだけでですね、審査が厳しくなるという可能性があるということになってしまうんです。なぜかというとですね、将来ですね、配業率が高い飲食業に手を出すのではないかという目でですね、見られてしまうわけですよ。事業目的の中にそれが入っているということは、将来やるんじゃないか、飲食業やるんじゃないかというところで見られてしまうわけです。 そうすると、さっき言った審査がですね、ちょっと厳しくなるという可能性が考えられるということなんです。一方ですね、資産管理業という事業目的っていうものがあるんですね。つまり、不動産賃貸業だけを行う法人に対しては、金融機関の審査が比較的緩やかになることが多いんですね。資産管理業というものですね。でこれは不動産賃貸業がですね、安定した収益源となりやすく、 え、金融機関にとってですね、リスクが低いと判断されるためなんですね。まあ、景気に左右されなかったりするわけですよね。なので、え、この、資産管理業なんですよ。これ、不動産業よりも、産管理業ですね。不動産業っていうとですね、不動産の売買っていうところまで入ってきてしまいますので、不動産業だとちょっとリスクが高いというふうに思われてしまう可能性があります。なので、資産管理業っていうものですね。賃貸しかやりませんよと。 いうところをアピールするというところが大事になってきます。ですから、金融機関の融資を考えるとですね、この目的に資産管理業とか賃貸業だけが入っているっていうことが望ましいんですよということになるわけです。すでにですね、この一部の金融機関では新規法人ですね、融資する際にですね、設立する法人の目的の中にですね、資産管理業だけになっているかっていうのを事前に チェックした上で、それがないとですね、融資しないように徹底しているというところが、すでにもうありますので、このあたりはちょっと気をつけていただきたいなと思っております。ですから今後ですね、不動産をですね、拡大していきたいというのであれば、ちゃんと融資目線でですね、事業目的を考えるべきなのかなというふうに思います。